はいどうも、ヤマトランクスです。今回ご紹介するのはこちらですね。ついに生まれましたメタグロスの色違い、シルバーでね、めちゃくちゃかっこいいですよね。メタグロスをね、作ろうと思って負荷厳選してたら、たまたまね、色違いが生まれたんで、今回はこのメタグロスをね、活躍させていこうと思います。で、今回のね、メタグロスの調整は HA 物販で弱点保険を持たせております。まあ、かなりね、耐久力のあるポケモンなんで、弱点保険とめちゃくちゃ相性がいいと思います。早速ね、メタグロスの活躍ご覧ください。どうぞ。はい、それではね、バトルやっていきましょう。まあ、今回メタグロス界ということで、まず初手はラグラージでステロアクビで攻めましょうか。まあ結構刺さってんじゃないかな、ラグラージも。あとミミックでもいいけど、どうしようかな。まあここは最近お気に入りのニドキングでいきましょうか。で、大鳥はメタグロスという感じでいきましょう。この構成でよろしくお願いします。それではね、対戦よろしくお願いいたします。魔界村さん、カプテテフですね。はい、まあここはとりあえずステロから入っていきましょうか。まあ、ワンパンはね、メガネだったとしても耐えると思うんで、多分割と特防に振ったんで、ラグラージステロから巻いていきましょう。サイコキネシス耐えるよね、これ多分メガネじゃないな、うん、スカーフかな、スカーフっぽいな。これお盆の実食べたんで、次もね、なんとか耐えれそうですね。2発目もと、もしかしたらね、相手ダイマックス強引に切ってきてラグラージをね、突破するかもしれないんですけど、まああくびでいいでしょう。ここはあくびをしていきます。ダイマックス切ってきましたね。これはラグラージ吹っ飛んじゃいますけど、まあまあいいでしょう。後ろにね、今回は色違いメタグロスちゃんが控えております。タイプ相性的にはね、メタグロス有利なんで、鋼タイプなんでね、鋼エスパーなんで。一応カプテテフは、メタグロスの苦手なゴースト技を覚えるんですけど、まあダイマックスね、こっち切ってしまえば耐えるし、むしろ弱点保険が発動してラッキーかなぐらいの感じになるんで、ちょっとここはね、テテフの出方をね、見ていきましょう。割と弱点保険持ちってメジャーだから、メタグロス警戒して別の技打ってくるかもしれないですけど、まあ大出力ね、結構入ると思いますね。さあ行け、出陣色違いメタグロス、かっちょいんじゃないのこれ。めちゃめちゃ見て見て、かっこいいこのね、メタリックシルバーっつうの、めちゃめちゃかっこいいよね。強そう。大フォロー、おっとゴースト技効きましたね。どれぐらい入る、あー割と食らうけど、まあ半分弱ぐらいかな。弱点保険発動、攻撃力2段階アップ、大失礼、これはね吹っ飛ぶでしょさすがに。お疲れちゃん、いいですね、めちゃくちゃ良いスタートになっております。で、裏なんですけど、そこまでね、ダイマックスメタグロスを、まあ、ワンパンで倒すような猛者はね、まあいなかったと思うんで、2体目もサクッとね吹っ飛ばしていきましょう。ウーラオス、そっちね、そっちならいい、水流連弾の方だったり、アクウーラスはちょっときつかったかもしれないけど、まあこれ2段階ね上がってるし、まあナックルよりもアースの方がいいかな、これは。まあそもそももう A 上げなくていいだろう、これアースで落ちるよなこれ。まあここはダイアス選択していきましょう。インファ、はい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 、まあね、 B も1段階上昇しているんで、おっとウーラオスは自ら B を下げてきた。まあ有効ではないんでしょうね、水ウーラオスだと。例えばアクウーラオスほとんど見なくなったな。水タイプはね結構いるけど、まだ水ウーラオスは多分カバルドンとか、あとミミック対策でね一定数残っていますけど、まあそれもね、メタグロスが活躍するね環境が整ってきたということですかね。アクウーラオスってちょっと嫌なんで、ミミック、ミミックか、まあこれはちょっと微妙にきついな。バケカはあるから、とりあえずスチルでバケカは剥がしながら B を上げていきたいんですけど、あー剣の前待ってきちゃったね。さすがにこのターンでダイマックス終わってしまうのできついかなこれは。 OK、
ワンチャンさ、あの影打ちしかないとかない、シャドクロ覚えてないとかない、シャドクロとかゴーストダイブかな。多分じゃれつくだったらあんま入んないんで、半減だから。ワンチャンちっちゃくなっても B2 段階上昇だったら耐えるかもしんない。向こうがね剣の前してても、まあ2度キングいるしなんとかなるか。助け持ちだしね、アイヘで。まあ勝ちは勝ちだろこれ。影打ち、いや耐えるかもしんない、影打ちだったら。うっ、ナイス、ナイスすぎる、メタロスナイス、アイヘオッケー。色違いメタグロスで三盾祭り、ありがとうございます。はい、それでは2戦目やっていきたいと思います。初手はアーゴヤンでいきましょう。ゴリランダー読みでアーゴヤン出していきます。でカバー来たらレヒレに引けるようにレヒレを連れてって、まああとはエースとしてメタグロスちゃんをね持っていきたいと思います。これでいきましょう、よろしくお願いします。はい、それではね対戦よろしくお願いいたします。ヤンさん、カバルドンから出してきました。これは微妙だな、さすがにあくびから入ってくるかな。まあ、悪巧み積んで流星群打てば一発で持っていけると思うんだけど、ちょっとそれはリスキーだから、うん、悪巧み積まない方がいいよな。ワンチャンステロから入ってくるみたいな可能性もあって、そしたらもう流星群流星群で吹き飛ばせると思うんだけど、まあここはあんまりリスクいきなり取る必要はないから、一旦まずは流星群から打っていきましょうか。はい、流星群選択していきます。当たれ、よしよしよし、まずは当たっていく。どれくらい入るんだろう。おお、割と入るのか。意外と特防硬いか、これこれ流星群2発で落とせんな。むむ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 む、どうしようかな。あくびから入ってきた、よかったよかった、悪巧みつまなくて。まあここはね、当初の予定通りレヒレバックでいっかな一旦。まあ、ステロ巻いてくんじゃないかなと思うんですけど、相手の方めちゃめちゃ考えてるけど、ステロじゃないの、なんか裏にバックしようとしてる。戻っていく、まずアーゴヨン戻してレヒレを出していく。さあお相手は、お相手何するんだろうね。いやステロじゃないのかなこれ、めちゃくちゃ考えてたから。1個目誰だ、コケコとかやばいんだけど。ウツロイド、ウツロイドか、ウツロイドはきちいな。まあウツロイドはね基本パワフルハーブ持ってメテオビームガンガン打ってくる感じで特攻上げながらね、きちいな。とりあえずドロポンで様子見るか。いやきちいわこれ、ちょっと下げづらいし裏に。ウツロイド特防バカ熱いし、今あの砂嵐状態だから特防はね 1.5 倍になるんですよね、岩タイプのポケモンは。それがきちんだよマジで、全然入んないんじゃないかな、いくらねあの2倍弱点の水タイプのハイドロポンプといえど。まあこのレヒレちゃんは特攻にほとんど振ってないんで、ほとんどっていうかゼロなんで振ってないんで。メテオビーム耐えはすると思うんですけど、やっぱりパワフルハーブか。もうみんなパワフルハーブ移ろい使ってる、俺も使ってみようかな。うわー、レヒレが吹っ飛ぶ、 H にぶっぱしてるのに。どれくらい入る、あ結構入る、急所か、あ急所か、急所か、ラッキー、ラッキーですけど次レヒレ落とされちゃうんだよね。ただねレヒレはカバがいる限り残しておきたいんですよ、カバに強いからね。一旦顎引きかな、ちょっと顎切ろっか、顎切ってでメタグロスを死に出しするって感じでいこっかな、そんな感じでいきたいと思います。作戦ね、メタグロスはねウツロイドに対しては結構強いんで、ウツロイド側からのねあの有効打がないので、ヘドロウェーブこれ耐えるんじゃね？オッケー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 。で素早さはねアゴエンのが早いんで、まあ少しダメージ与えることができますね。まあ流星群でいいでしょう。まあここはアーゴヨン申し訳ないけど死んでもらうしかないかな。で
最近のねウツロイドの調整が素早さをねビーストブーストで早くできるように調整してるケースが多いですよね。まあ素早さをね上がってもらって全然いいですね。特攻が上がってもらうとちょっときついかな。いくらメタグロスが、ウツロイドに、強いからといってですね、特攻2段階上昇は結構きちいな。流星群当たろ、よし、全然入んねこいつ特防化け物すぎんだろ。そうだろ、化け物だよこいつマジいやーその代わりね、防御耐久はペラペラっていうね、あるんですけど、そこら辺はね、サイクルでね、うまくね、使いながらデメリットをね、かき消して使ってるんでしょうけど。さあ、メタグロスに対してはどうする？頼むぞ、メタグロス。罰ゲームはね、持ってないはず。さすがに。うん。いや、ここはもうダイマックス切ってくしかないな。ウツロイド、地面技4倍弱点で、鋼技が2倍弱点なんですけど、裏に飛行タイプいるのが怖いから、大出力多分落ちると思うんですけど、ここは大出力選択していきたいと思います。さあ、ダイマックス。本日2回目のね、色違いメタグロスのダイマックスでございます。いやー、何回見てもかっちょいいな。メタリックシルバー。剣山。よしよしよし。さあ相手の攻撃がどれくらい入るかだよね。第3打か。電気タイプの技は等倍で受けちゃうんですけど、こんなもんですね。さすがに特攻1段階上がってたとしてもタイプ不一致の電気技ですからね。よし。でこれエレキフィールド張ってくれたから、カバーのあくびが効かなくなるのも結構でかいかも。もちろん。よし、よし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 。さあ次はカバー出してくるのか、まだ見ぬ3体目を出してくるのか。お相手さん、お相手の選択はいかに。さあカバルドン出していきましたね。カバルドンか、いけるかな。一応ね、氷タイプ弱点なんでカバルドン、ダイエース打てるんですけど、硬いからなカバルドン。いけるかな。でもカバルドンからの打点も自信があって、自信多分耐えると思うんで弱砲発動するかな。まずはこっちが上取ってるはずなんで、ダイヤースをぶちかましていくって感じですかね。ちょっと耐えられると結構きちいかも。裏考えると、頼む、落としてくれ、頼む。ナイス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 。割と火力ありますねやっぱりメタグラス。A のね出力値結構高いんでね、130いくつだったっけな。ちょっとテロップで貼っておきますで最後これで全てが決まる。ゴリラ、ゴリラは、いやこれ勝ったでしょう。ゴリラからの打点は叩き落とすぐらいしかなくて、叩き落とすと弱砲発動するし多分落ちないし、たすきだったとしても、あられ降ってるんでね、あられダメージ死ぬと思うし、これダイエースで死んじゃうんじゃないかな、さすがに。さあお相手の選択はいかにというところなんですけども、いや熟考タイプだな相手の方。さっきからめちゃめちゃ時間使うじゃん俺は結構ねあんまり考えれないんだよね。ちょっとひらめきというか直感で結構技選んだりポケモン選んだりしちゃってて、そこが弱いところではあるんですけど、いろいろね、パターンを考える人ってすごいなと思いますね。叩き落とす。オッケー。全然入らないし、弱砲発動。いや、これも対戦ありがとうございましたって感じですね。これは勝ち確ってやつですね。オッケー。落ちろ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 。おっと、タスキか。タスキか。粘るね。ただ、あられが降っているんで。対戦、ありがとうございました。いやー、色違いメタグロス大活躍してくれました。はい、いかがだったでしょうか。メタグロス今回ね使ったメタグロスの育成論は、概要欄に貼っておきます。以上、ヤマトランクスでした。アデュバトル、バイバイ。